あ、どうした、ゴブタが何かやらかしたのか。開口一番なんすかそれ。おお、お前意外とタフだな。自分はただミリム様のために。ミリム様、今日の服似合ってるっす。この前のあれはもっと豊満な人向けっすからね。フッ、皆を代表して紳士的なアドバイスをしただけっす。そうなのか。お、そろそろシュナのところに行かねば。へへ。おやつができてるはずなのだ。おやつ。あら、おかえりなさいミリム様。おやつ、おやつ、はい、おやつ。ほほ、やったのだ。これもうまいなのだ。ゆっくりしていってくださいね。